こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。今日は激辛ペペロンチーノです。分量材料ここに出てます。具材はお好みのものを使えばいいかなと思います。で、激辛ペペロンチーノにしたくない時には、鷹の爪の輪切りと最後に入れる粉唐辛子を省いてください。鷹の爪の輪切りはちょびっとぐらいで、お鍋にオリーブオイルを熱してニンニクを香りが出るまで炒めていきます。で、ニンニクから香りが出てきたら、鷹の爪の輪切りをどさっと入れます。私今回激辛にしたかったので、結構たっぷりめに入れてます。普通のペペロンチーノの時には適量でいいと思います。1本分ぐらいで、はい。で、ここざっくり炒めます。で、キノコとウインナーを入れて、またざっくり炒めます。ざっくりでいいです。もうで、水 200cc 入れます。で、ちょっと火力を強くして、顆粒コンソメを小さじ1から小さじ 1.5 くらい入れて沸騰させます。で、沸騰してきたら、まだかな、もう沸騰してるんですけど、半分に折ったパスタ麺を入れます。で、パスタ麺を入れたら火力を少し弱めます。麺同士がくっつかないように時々混ぜながら煮詰めていきます。煮詰める、炒め煮みたいな、煮詰めていきます。で、ワンポットパスタなので、味が麺にこう染み込んで美味しくできます。洗い物も少ないし楽ちんですね。で、麺が好みの硬さになったら塩コショウ少々を入れて混ぜ合わせます。で、今回激辛ペペロンチーノにしたので、粉唐辛子を大さじ1ぐらいかな入れて炒め合わせます。で、最後は火力を強くして余分な水分を飛ばしたら出来上がりです。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。インスタブログもやってるので、概要欄にリンク貼ってるので、よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。あれ、ちょっと時間残っちゃった。で、喋りますね、時間残ったから。普通のペペロンチーノの時には、鷹の爪の輪切りは適量で、粉唐辛子抜きで普通のペペロンチーノになります。以上です。ではでは、バイバイ。